はい、どうもこんにちは、フォルスです。監督です。本日はですね、フォルスと監督で、はい、まあ、勝負をしようってことなんですけど、はい。今回はね、ちょっと、斬新な企画として、世紀末サッカーというのを、はい。やってみたいと思うんですよ。はい。まあ、何が世紀末なのかっていうのが、まあ、とりあえずチーム決めてから、いろいろ説明しようかなと思うんで、まあ、好きなチームを。世紀末ってことはやっぱ、ジダンとかがまだ強かったって。ああ、あえてじゃあなんかクラシックチームとか使ってみてもいいかもしれない。あるっけ？あるかな？なんかある気がするんだよね、その他に。あ、出る。じゃあ僕クラシック。どれでやればいいじゃん、俺は。いや、好きなチームで、僕じゃあこのクラシックイレブン。だってクラシックに立ち打ちできるやつ、そんないないじゃん。クラシック同士でもいいんじゃない？ああ、世紀末だな。世紀末だから。それは世紀末だわ。同じユニフォームできる？いや、マジでわけわかんないから、これ。いや、これでいいでしょ。これは世紀末だわ。なんか、色が、こっちの方がいいんじゃない？あ、これで、青で。まあ、どういうのが世紀末かって言いますと、多分これ、皆さん、一回考えたことがあると思うんですけど、まあ、時間は8分にしてみましょう。で、この、ユーザーゲームプレイカスタマイズ、これをマックスまで上げると一体どういうゲームになるのかというところをちょっとね、今回実験していきたいなと思いまして、ダッシュスピードだったりとか加速だったりとか、こういうの全部100にしますし、パワーバー、あ、もうこれを100にしたらスピードが速いってことはだからちょっと押せばちょっと押せばめっちゃくちゃ強いパスが出る。ファーストタッチのコントロール、いいね、これ上げすぎると逆にちょっと、うまくいきすぎるのかな。はい、全部100にしましたね。はい。で、試合の方が、まあ、世紀末、季節は何でもいいや。夏じゃないな、冬。試合コンディションを、まあ、霧面白いかもしれない。霧か雪かで悩むんですけどね。霧の方が世紀末かな。霧の方が、してみようか。じゃあ、夏の霧っていう、まあ、なかなかちょっと、きついところ。じゃあ、22時。ピッチのあれ、柔道、ゲームスピード、速い。という。速いがもうマックスなの。速いがマックスだと。速いが、うん。まあ、ボールは何でもいいですけど、まあ、この辺にしましょうか。まあ、とにかくもうゲームスピードがめっちゃ速くて。あれは、はい。ファール。ああ、そうだ、忘れてた。ごめんなさい。ルールが、負傷オフ、オフサイドオフ、カードオフ、ハンドオフなんで、はい。まあ、どんなに、きついタックルをしても、カードは絶対に出ない。負傷もしない。で、どんな、前線に張ってるような選手を置いてても、オフサイドは絶対に置けない。ないですね。ことで、これで何点お互いに取れるのかなっていうのが。これが、本物のサッカーだよ。そうだね、もう。はい、霧のフィールド、現代に蘇るし、レジェンドの皆さん。意味がわからない。すでに意味がわからない。おすすめ選手が違う。さあ、ご覧の通りで、ね、とにかく早いです、これ。だって誰が向かったかわかんない。来たーじゃあ誰が味方の子本当に。今のは味方と思ってこれもうマジでこれできるよね、これ味方か。じゃあパスが出せないよね、もう本当に。別に世紀末ルールにしなくてもユニオンを一緒にしたらもう既に分かんないから多分これ味方よっしゃこれ味方でしょ。あ、これ敵か。あ、ちょっといや、あれ味方いない。味方、これ味方かな。あ、味方が。よし。これ、さあ。あれ、ちょっと、これ。いや。パスがマジで出せないんですけど。うわぁ！うわぁ！なんか、前に向かって。パスが強い。ちょっとでも長押ししちゃうと。いや、普通に抜いちゃった。これ、味方じゃないの。早い。おらわあ、こいつは味方か。あっ、どうだ、うおー普通
だったのに。ここからさ、うん。ここから、あ、それはさすがに無理です、ね。さすがに。そんなシュートは。中盤でボールを奪いました。と言いつつご了承して。あ、これは敵か。客席からは悲鳴が漏れます。もうあの、いい。別にもう僕はそろそろね、あの、タックルもちゃんと使っておこうか。おーい。残せ、おい。なんかもう本当にスケートリックみたいな感じになってるよね、これ。ツルツルしてるよね。そうそうそう。おー。感覚としては。見たのか、思い切ったシュートでしたね、堀池さん。遠くから打ってきましたが、枠に行きませんね。強いな。うん、やばい。綺麗なタックルです。あ、これ見。おお。誰も追いつかない。あ、これ敵か。来たー。普通に打てねえな、これ。よしよし。よしよしよし。取れるよ、取れるよ。取れるよ。よし、来た。打ち上げちゃうな。普通にシュートができないっていう。だから多分、あの、シュート打つのも諦めた方がいい。ちょっと待って。ここはキーパーが怒涛の攻撃。あ、来た。よっしゃ。おぉ。生き方がえげつない、ほんとに。なにこれ。これ多分、普通に抜いてった方がいいんじゃないかな。これさ、ファールにはならない、え、じゃあファールファールにはなる、さすがに。ね。PK にはなるよね。PK には、PK にはなる。だから、別に、なんか余裕じゃんと思って PK になったらやばい。そうそうそう。まあでも PK が決めれるかどうかは、まあ、出す可能性が。いや、その可能性の方がなんか高そう。よし。おー、危ない。あー、おい。早い、マジで。おー。いや、ちょっと、それが敵なのか。いや、そっちじゃない。完全に読んでいた。来た。お前か。ちょっと待て。これはちょっと無茶なシュートでした。多分さ。あ、取れる、取れる、取れるよ。敵の味方でしょ。みんな取れるよ。あ、これ多分味方だろう。なんか走った位置的に。あやばい。やばい、よーし。わー。ラッキー。多分ね、あの、遠すぎる位置からシュート打つとマジで吹かしちゃうんで。はははやばい。これ多分吹かすでしょ。ああいう時はもう突っ込んでいかないとダメなんだ、このルールだと。いや、なんか本当にもう押すだけで溜まるから。すごいな、こんなグラウンダー見たことがない。もうこれ、敵か。でも、ロブパスはそんなんだったよ。うん。あー、危ねえ。角度がダメだったな。来た。なんだ。吹かすね。さすがに、シュートの、このボタンだけは、あの、下げといた方がいいかもしれない。ちょっとさすがに入らなすぎるよね。いや。これで行く。これが正義末ですよ。逆に抑えなきゃいけないサッカー。なるほど。人間が強すぎるから。これ見た。よし。よし。よしよしよし。パターン。よしよしよし。よし。ああ。なんかだんだんあの、取ってるフォーメーションで味方が敵から。来た。おお。えげつな。何今の。ジーゴです。おらなんか、人間技じゃねえって、これ。サイボーグだよ、ほんとに。チンパンジーになさって。あれなんじゃない、なんか力が入りすぎてるというよりもボールが浮いてるから変な方向に行くんだよ。あー、ちゃんとキープできてたら、多分いくら力入ってても、いや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 、そうなるでしょうよ。うわ、これは決めないと。これは決めないと。無理でしょ。絶対浮くもん、これなんか。来た。あ、いやいやいや、あ、なんか、怪我してない。怪我オフになってるけど。怪我あるじゃん。ああ。怪我あるやないですか。でも多分これ、倒れるだけで怪我しないじゃん。あ、やばい。やばい。これはやばい。これはやばいぞ。ああ嘘だ。あんなシュート打て。いや、嘘だ。ちゃんと打て。おーらー、ナイキー。はい。
やばい、やばい、やばい。やばい。ああ。ゴールキックか。うん、素直に消よう、うん。このロングパスは別にそんなでもない。多分ね、なんか。普通で。ああ、やばい。やばい。やばい。おっしゃ。このボールは重要です。もうなんか緩急をつけてオールアウトアタックでいこう。おおあ、ファールはファールは、ファールはちゃんとあります。ファールはあるか。強いパスになる。おお、あ、くそ。あー、出るか。ここでスローイン。いいよ。パパン。あなんかもう、マークがすごい。ねえ。バスちょっと押しただけで。おいおいおい。ちょっと待って。オフサイドじゃないんだよ。そうだ、そういうクソルールになってるんだよ。クソルールでも正規末サッカーで。あーっと危ない。そっか。むしろ下に叩くようにシュートを打てば。うん、あー、なるほどね。あの。そんなことができるのかもわかんない。てかちゃんとそうだよね。コントロールシュートみたいなボタンを押して打たないと、マジで浮きますよっていう。そんなボタンあるんですね。R1 を押しながらだとループシュートになります。あ、それなら。ループもでも、すごいループになるなら。宇宙開発ループみたいな。無理だ。ちょっと待って。誰が何をどういう状況で何をやってるのか全然わかんないですからね。来た。よし。押さえてないからな。これはでも止める。あっ。じゃあ。世紀末のシュートを見せろ。ああ。世紀末シュートを見せろ。あ、そいつ味方だよ。これ味方、あ、敵だ。おおおおおおおほらおー、危ねー、来たー、おーしゃー、危ない危ない危ない今の、入ってもゴールキック、ゴールキック、うわー、ほんとね、あのコロコロしていってやば、おし、もう誰だ誰だ誰だ、誰が味方で誰が、お、これ味方だ、あ、やばいやばい、なんか頼む。よし。頼む。よっしゃー。よし。あー、マジか。おー、ほら。前を向くのが味方なんだ。これ味方じゃん。合ってる。そういう。これ多分味方だろ。そういう。あー、もう、パスが強い。よし。はい、どうも。やばいな。1点が入ったのが奇跡みたいな。どうやっても点が取れないんだよ、ね。おーす。おーす。オフサイドなんてものはない。よーし、サンキュー。おーし、よし、急に飛ばれないんだよな。コーナー初めてのコーナーかな。あ、でも意外と普通。あ、つでかい。そら。おーらー。あ、やばい。あぶねー。あっかー。おーらー。おーらー。おっしゃー。おー、いけいけ。あー、やばい。うらあー、あーコーナー、コーナー、コーナー。よし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 。押さえたシュートの方が怖い。おー、ネキ。味方じゃないんだ。打ちたい、僕。あここでハーフタイムを迎えます。最後のシュートすら。増やしてもらえなかった。これはなんかもう。なんでこんな抑えられたんだろう、逆に。ねえ。すごいぞ、シュート20本ですね。超打ちまくってますよ、僕ら。支配率は意外といい。支配率はお互いに。どうします？シュート変えないでいく？変えないでしょ。このまま行きますか？